同日午後12時14分、地方裁判所第9法廷。それでは審理を再開します。あかねちゃん、結局戻ってこなかったな。では事件当日、証拠保管室の警備に当たっていた巡査を入廷させていただこう。出たな、左衛門。証人、名前と職業。大都会の荒野、古い荷を追って牛の群れをかわして進む旅人さ。大通りで立ち往生したお年寄りをおぶって交差点を渡る職業だ。あ、わかりました、おまわりさんですね。俺の名前なら砂漠を渡る空っ風が悲しく呼んでいるよ。正確には左衛門京介だ。蜜剣のやつ、空っ風扱いか。さて証人、早速伺おう。事件当日は警備責任者として証拠保管室の警備に当たっていた。間違いないだろうか。書類上はな、検事様。どういうことですかな。紙切れ一枚で荒野のならず者を縛ることはできないさ。どうやらさっさと尋問に移った方がいいようです。事件当日のことを証言していただきましょう。この国の言葉で。ちゃんと証言してくれるか。事件当日のこと。俺の仕事はあの暗い墓場を暗い目で見守ることなのさ。一日に3回見回りに行く決まりがあるそうだよ。関係ないがね。警備室は二重の防犯システムで守られて、俺は必要ないのさ。事件があった時間は確か街道沿いのサルーンにいたかな。この事件には無関係の旅人さ。弾丸がないなら帰るぜ。どうもあなたの態度は感心できませんね。多分あんたの髭が気に入らないんだろうさ。ちょっと気になったんですけど、二重の防犯システムというのは？防犯カメラに ID カードのナンバーを記録するシステムさ。あんたも知ってるだろ、カウボーイ。あの保管庫には指紋のロックもありますけど、これは？指紋？聞いたことねえぜ。は？ねえぜ、と来たか。機械に弱いというか、使命感に弱いというか。人は弱いもの、だぜ。なあ、検事の坊や。何やら問題のありそうな証人ですな。それでは弁護人、尋問をお願いします。揺さぶってぐの？ちゃんと答えてくれるかな。具体的にはどうやって見守っているんですか。防犯カメラの動かない映像だよ。あそこじゃ時間すら死んでるさ。俺はその墓の番人らしいぜ。カメラの映像を管理するだけの。管理というのは、動かない映像は無駄だからね。時間が来たら消去するのさ。規定では異常がない場合6時間ごとに記録を消去している。映像を消去するたび自分の人生も消してるような気がするさ。言ってることはかっこいいけど愚痴ばっかりだな、さっきから。じゃあ実際に保管室には入らないんですか。それでは事件当日も当然見回ったわけですよね。人の話を聞くことさ、カーボーイ。言ったろ？関係ないって。あの、意味がわかりません。荒野の荒くれどもをルールで縛ることはできないのさ。荒くれどもは警察に就職しないと思うけどな。つまり証人、事件当日は？正直なところ、あの日、保管室には入っていないさ。被害者の保管庫に手袋が挟まっていましたが、これは？知らないさ。もっと正直なところ、もう何週間もあの墓場には足を踏み入れていないからね。よく首にならないな。
あなたは元捜査官、つまりあの保管庫を使ってたんですよね。俺の保管庫は証拠のゴールドラッシュだったよ。それなのに指紋のロックを知らなかったんですか。すまないね、カーボーイ。機械には弱くてね。自転車がなぜ走るのか、そんなことも知らないさ。さすがにそれは知っておきましょうよ。確かに取っ手に組み込まれたセンサーは目には見えない。たまに仕掛けを知らない捜査官もいるようだ。糸の子刑事も言ってたな。とりあえず事件には関係ないようですな。犯行があった時のこと聞かせてもらえますかな。何してたんですか、そんなところで。スパゲッティを食ってた。あそこのイカスミとボンゴレはお経のステーキも勝てねえさ。ではあなたは警備の仕事をほったらかして洋風麺をすすっていたのですか。荒野の用心棒にうどんは似合わないさ。そういうことじゃねえと思うんだけどな。カッコつけてないでお願いだから反省するように。ちょっと気になるな、三剣のやつ。なぜか得意のフレーズが出てこないぞ、今回は。来月の給与査定、楽しみにしておくことだ。ああ、確かに。弾丸ですか？証拠品、そう言い換えても構わないさ。俺と事件を結びつける気なら、スパッとやってくれないかな。もしそれができないのなら時間の無駄だよ。俺は太陽を追って西へ走るさ。ジップコーチーズ号にまたがって。ふむ、そうですな。責任者という割に何にも見ていないようですからね。テキサスの男は使命感と女にはめっぽう弱いのさ。怒られるぞ、テキサスの人に。とにかくこっちには最強の武器がある。火薬が湿っちまう前に投げつけておくとするかな。じゃあもう突きつけていいんだね。ここだね。ここでこれか。サイモンさん、おかしいと思いませんか。なぜあなたがここに呼ばれたのか。事件のあった時間、あなたは警備室にいなかった。だが、俺はこうしてここに呼ばれている。聞かせてもらえるかい？その理由とやらを。簡単なことです。あなたは現場に大きな足跡を残しているのです。いや、正確には手の跡ですが。はっ、人の話は聞いておくべきさ、カーボーイ。俺はあの墓場の番人なんだよ。月に1回ぐらいは墓参り、見回りをするさ。俺の指紋が残っているのは大自然の掟だよ。残念ながらそうはいかない。何しろその指紋は血にまみれていたのですからね。証人、どういうことですか。殺人現場に血染めの指紋とは。血の跡は拭き取られていた。しかしルミノール試薬によってはっきり検出されたのです。さあ証人、いかがですか。どうやら自分の頭で考えるやつはいないようだよ。つまり説明できる、そういうことかな。その血染めの指紋について。それでは続けて証言をお願いします。現場に残されたあなたの手の跡について。血染めの手の跡。その保管庫に俺の指紋が残っているのは当然なのさ。そのうちの一つがたまたま血の手形と一致したんだろうね。犯人は偶然俺の指紋の上からその保管庫に触ったのさ。結婚と指紋は別のもの、知らなかったかい。そもそも犯人は手袋をしていた。ほら、俺とは無関係だろ。なんで知ってんの、そんなこと。ふむ、確かに筋は通っているようですな。い
くらか疑問の余地はあるようですが、疑問があるからこそ人生は楽しい。俺はそう思うさ。とにかく弁護人、尋問をお願いしましょう。ザイモンさんはこの事件に関係しているはずだ。今度こそそれをはっきり立証する。まあ、揺さぶっていこうか。月に一度墓参りをするからですか？それもあるが、実はな、俺の保管庫なのさ、そこは。え？どういうことですか？大したことじゃないよ。捜査官だった頃使っていた保管庫を今も使っているだけさ。まあ入ってるのはガラクタのような夢ばかりだけどね。そうだったんですか。自分の保管庫だ。指紋ぐらいたっぷりつけさせてほしいな。どうやら登録された指紋のデータがそのままみたいだな。ご本人は指紋のロックのこと知らずに使ってるみたいだけど。ああ、ザイモンの指紋がデータ書き直した。はいはいはい。じゃあこの血染めの手の跡は？俺とは無関係に決まってるさ。簡単な話だろ。どういうことですかな。俺の保管庫には俺の指紋がうなるほどついている。そしてそんな偶然あるはずがない。こんな偶然ないはずがない。そうとも言えるだろうね。一つだけはっきりしてるのはカーボーイ、その指紋だけで俺の首にかかった懸賞金はいただけないさ。なぜなら、別のもの？例えるならば、そう、おもちゃ付きお子様ランチとおもちゃ入りお子様ランチ、え、どういうこと？それぐらい違うのさ。確かに似たようでいて全く意味が違います。それにしても適当な例え話だな。どうしてそんなことを知っているんですか？これでも警察の関係者だぜ。報告書ぐらい読んでるさ。現場に一つ犯人が残したと思われる血痕があった。ああ、糸の子刑事の保管庫に残っていたやつですね。その手の跡からは指紋が検出されなかったのだ。確かに僕たちもやってみたっけ。ふむ、そうなるとその手袋をつけた犯人はやはりザイモン巡査の指紋の上に偶然手形を残したわけですか。そう考えざるを得ないだろうね。そろそろあんたも分かっただろ、カーボーイ。なんですか？こんな欠板状、荒野じゃハゲタカの餌にもならない。ただ一つ確かな現実はこいつさ。防犯カメラの映像か。映像に俺の足跡がない限り俺は認めねえさ。腹の探り合いは意味がないようです。弁護人、よく考えて尋問をするように。はい。それでは証人、証言を続けてください。カメラの映像に俺の姿でも映っていればよかったのにな。これでじゃあ映像を突きつけんのか。いや、とりあえず揺さぶる。どういう意味ですか。俺をこの事件と結びつけたい。そうなんだろ、カーボーイ。それならば直接的な証拠はこのカメラの映像しかねえぜ。しかしこの映像には死角が多すぎます。死角？見えていない部分です。カメラは首を振ってるし、床は映っていないし、カメラの位置を知っていれば姿を映さずに部屋を脱出できます。弁護人の愚痴を聞いている暇はない。どうなのですか弁護人、防犯カメラの映像には
左衛門京介の痕跡が写っているんですかな。痕跡を提示。いいでしょう。あなたのミスを教えてあげましょう。もしくはこれから貴様が犯すことになるミスか。いや大丈夫大丈夫。それでは映像の検証に移りたいと思います。この映像に残された証人左衛門京介の痕跡とは、早送り、突きつけるじゃなくてよかったんだね。でここで腹ばいがやられる。でいないけど、ここでストップのこれだね。僕たちの目を防犯カメラの映像に向けてしまったのはどうやら失敗でしたね、左衛門さん。テキサスは日が短い。だから男たちの気も短い。言いたいこと25文字以内でまとめてくれないかな。いいでしょう。この映像にあなたの姿がはっきり映っているのです。それ25文字になってんの。ぴったり25文字か。悪くないぜ。なかなか。問題は映像に映った保管庫です。白い布がはみ出ている。これは確か証人の保管庫でしたな。それではこの映像を少し戻してみましょう。ああ、白い布が消えています。一体これはどういうことなのですか。事件が起こった瞬間、白い布はまだありませんでした。それが忽然と現れた。その答えは一つです。サイモンさん、あなたは事件当時証拠保管室にいたのです。そしてカメラに映らないタイミングで保管庫を開けた。静粛に静粛に。待って、悪いがカーボーイ、それは認められないよ。俺の保管庫が開けられた。だからなんだというのさ。そいつを開けたのは俺とは限らないだろうよ。犯人は何かを隠す必要があった。それでたまたま開けたのが俺の保管庫だったのさ。まあ、指紋のこと知らないからそうやって言えちゃうよね。なんだあんたたち、お尋ね者を見るその目は。左衛門さん、とぼけているわけじゃない。本当に分かってないみたいだな、どうやら。大変気の毒ですが、この保管庫を開けられたのはあなただけなんですよ。バカな。じゃあ見せてみろ。あの保管庫を俺が開けた、そんな証拠があるのか。保管庫を提示すればいいんじゃないの。指紋のセンサーだと。先ほども少し話が出ましたが、保管庫は担当捜査官しか開けることができないのです。そんなバカな。そういえば糸の子刑事も言っていた。とにかくパッと見た感じ、あまりに自然な仕掛けなので、捜査官の中には指紋のロックを知らない連中もいるみたいですね。さあ左衛門さん、反論があるのならば25文字以内でお願いします。おお、言い返した。いいだろうさ。畜生。静粛に静粛に静粛に。証人、これは一体。とんだお笑い草さ。元捜査官が聞いて呆れるぜ。さあ、聞かせていただきましょうか。事件が起こった時、あの保管室で何をしていたか。証人、オーレ。闘牛士だぞ、それ。残念ですが、左衛門さん。ここまで来れば、答えを聞かなくても想像はつきます。そうなのですか。正面図を見てください。
あの証拠保管室に身を隠せる場所はありません。それなのに原バイ巡査はザイモンさんの姿を見ていない。それでは一体証人はどこにいたのでしょう。どうやら弁護人には考えがあるようだ。そう、答えは一つしかない。それでは弁護人の考えを伺いましょう。事件が起こった時、ザイモン巡査はどこにいたのか。いや、もうこれしかないよね。ザイモンさんはこのポイントに立っていたのです。そこは被害者の正しき捜査官がいた場所ではないですか。正しくは正しき捜査官ではなかった。そう、カメラに映っている被害者はザイモンさん。正しき捜査官の格好をしたあなただったのです。バカな、原バイ巡査は現場で正しき捜査官を見ている。顔を見れば気づかないはずがない。しかし原バイ巡査は正しき捜査官を知らなかった。それに彼はこんな証言をしています。保管室に入った本官は ID カードの提示を求めたであります。それで ID の提示を求められた正しき捜査官はどうしました。なんといきなり本館にナイフを向けたであります。ずっと不思議でした。 ID カードを持っていたのならなぜ見せなかったのか。確かにそれを使って保管室に入ったわけですからな。答えはシンプルです。見せることができなかった。 ID カードには写真が入っています。あ、これでは ID カードを見せた瞬間にバレてしまいます。正しき捜査官の格好をした別人であることが。いかがですか、ザイモンさん。カーボーにしておくにはもったいない想像力だよ。だがね、そういうのを俺たちは状況証拠って呼ぶらしいさ。状況証拠？まだ認めないか。残念だが捜査官を自白させるには詰めが甘いさ。この俺が被害者に変装していた、それを立証する証拠がないと。ふむ、あなたのその非協力的な態度どうかと思いますぞ。多分あんたのヒゲが気に入らないんだろうさ。それ2回目な、言ったろ。いかがですか弁護人、何か証拠はあるのですか。このザイモンさんが実際に被害者に変装していた証拠です。そんな証拠は、それは無理だ。そんな証拠は、そうそう、追い詰められたインパラの目、悪くないぜ。どうやら荒野に骨を晒すのはあんたの方さ。ぐっ、バカな、どう考えても明らかなのに何か手はないのか。ふっ、何、ここへ来て経験不足が顔を出したようだ。私もある人によく言われたものだ。追い詰められた時こそ基本に立ち返れと。基本？僕の基本は千尋さんのあの言葉だ。なるほどくん、発想を逆転させましょう。ザイモンさんが変装していたその証拠を探すのではなく、変装したことによって発生した証拠を探すんだ。そもそもなぜこの保管庫は開かれたのだろうか。どういうことですかな。普通に考えればわざわざ犯行時に保管庫を開く必要はない。なのにこんな大きな手がかりを残したということは、保管庫を開けたのは計算外のことだった。弁護人の主張によれば、ザイモン京介は事件当時正しき捜査官に変装していた。そして事件の後、なぜか自分の証拠保管庫を開けています。保管庫から白い何かがはみ出ている以上、それをしまうため保管庫を開いた、そう考えるべきだろう。一体
その白い何かの正体は何だったのですかな。おそらく全ての答えはカメラが捉えているはずです。証拠はない。何かあるとすればこの映像だけだ。それではもう一度映像の検証に入ります。犯行後、証人は白い何かをしまうため保管庫を開きました。証人が保管庫を開けざるを得なくなった理由それってさ、コートじゃないの？コートだと思うんだけど、ここじゃダメかな？ここでやり取りするわけじゃん。これか、血潮があって。あなたは何かの理由があって正しき捜査官の格好をして証拠保管室に侵入しました。その理由はまだわかりません。まだね。しかしそこで予想外のことが起こったのです。原場巡査の登場です。 ID カードの提示を求められてあなたはナイフで脅そうとした。ところが原場巡査はパニックになってしまった。そしてあなたが着ていた白いコートは血で汚れてしまったのです。血のついた白いコート、そのまま出ていくわけにはいかない。そこであなたは自らの保管庫にそのコートをしまい込んだのです。やるじゃねえかカーボーイ。それでは証人、聞かせていただきましょうか、本当のことを。どうやらあんたたちを見くびっていたようだね。なあ三剣健二さんよ、2年前、あんたが今日と同じように正々堂々とあの事件を扱ってくれていればな、きっとこんなことにはならなかっただろうに。ザイモンさん、聞かせてください、あなたがやったことをすべて。どうやらそうする時が来たみたいだね。